ルクセンブルク大学は、ルクセンブルクに存在する唯一の大学である。2003年8月13日に設立された。ルクセンブルク大学が設立される前は、クール・ニーベルシテアと呼ばれる、学部教養課程に相当するコースしかなかったため、学位を取得するためには、近隣諸国の大学に編入する必要があった。この大学が設立されたことによって、 これらの学生が自国で学位を取得できるようになった。ちなみに学部によっては、修士課程や博士課程も併設されている。ルクセンブルク自体が多言語国家であるように、ルクセンブルク大学においても多言語仕様が反映されている。講義はフランス語かドイツ語、英語で行われる。わかりにくい言葉の説明や教授、生徒間のコミュニケーションはルクセンブルク語で行われることもある。 ルクセンブルク人もしくは、ルクセンブルク育ちの移民2世の人たちは小学校と、理性で既でに多言語教育を受けているため、小学者向けの外国語の授業はない。経営学部などでは、ビジネス英語の授業があるようであるが、授業構成は学部により異なり、ヨーロッパ文化学部には全く存在しない。希望者向けに、A、6、2つの夜間補修講座が週に何回かあるが、 それも中級者以上を対象とし、また通常のカリキュラム外になる。外国語の習得には、ルクセンブルクランゲージセンターを利用するよう勧められる。例えば、ヨーロッパ文化学部には、仏文化、仏文化、英文化、哲学科、歴史学科があり、仏文学科の授業はすべて、フランス語で行われるが、哲学や歴史の学部共通授業ではフランス語クラス化。 ドイツ語クラスのどちらかを選択できる。しかし、学位を取得するためにはフランス語で開講される、ラテン語の授業と専攻語以外の言語の文学科目の単位も取得する必要がある。ルクセンブルク大学の設立やカリキュラムをめぐり、多くの議論がルクセンブルクのメディアを介して行われた。学際の概念や人文科学の価値、大学の組織などが主な論点となった。 議論は主にルクセンブルクの文化ジャーナルフーラムを介して行われた。ルクセンブルク人歴史学者のミシェル・ポーリーとオーストリア人哲学者のフォルガーツ・ツォッツは大学設立を取り囲む体制を批判し人文科学の重要性を唱えた。ルクセンブルク大学は3つのキャンパスを有している。ありがとうございます。